ねえタクト君、きたー。私たちまだ一度もしてないわね。私ガラス越しのキスを入学してから今日までに73人の男の子としちゃったけど、どうしてタクト君は一度も声をかけてくれないのかしら。まだこのお預けプレイは続くの。お預けプレイ、お預けプレイって何？タクト君って細身だけど意外と肩幅広いわよね。考えてみれば、私って毎日毎日退屈な授業の間、ずっとあなたの背中を見て過ごしているのよね。退屈で悪かったな。ねえタクト君、私は去年教会で式を挙げたんだけど、その時神父様に言われたの。人は心の中で欲望を抱いただけでも罪なんですって。じゃあいつもこうしてタクト君の背中を見ながらいろいろ妄想しちゃってる私はもう罪人なのかしら。存在自体が公然猥褻罪。奥様楽しんでるね。そうなのかしら。